ピー、どうもカンタです。ついにあと2日後6月11日に口喧嘩祭スペシャルが開催されますね。口喧嘩祭というと今回 ABEMATV で放送されることや豪華な出場者、またライブにあの2人がいるということで大きく話題になっていますよね。ただ口喧嘩祭という大会、正直なところよく分かっていないという方も多いんじゃないかと思います。そこで今回は口喧嘩祭スペシャル直前、口喧嘩祭を 200% 楽しむことができるポイント3つを紹介したいと思います。あの2人の対決についても触れるのでお楽しみに、チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず最初に口喧嘩祭という大会がどういった大会かっていうところがわからない方が多いと思うので、ざっくりと口喧嘩祭について紹介したいと思います。まず口喧嘩祭が他の大会と一線を画している点は主に3つ。1つ目は岐阜の引き金サウンドが主催しているということです。引き金サウンドというと岐阜県岐阜市谷中瀬エリアを中心に活動しているヒップホップクルーであり、ボスのボンズさんをはじめとしてレッコさんやハードバークさんといった個性豊かな MC たちが揃っているクルーです。もともとは岐阜県で開催されるということもあり、東海を中心として様々な MC たちが集まっている大会でしたが、徐々に規模が広がっていき、昨年7月に行われた口喧嘩祭スペシャルに関しては一番 MC バトルで勝ちづらいトーナメントなのではと言われるほどの過酷なトーナメントとなりました。まあただね、実際過酷といってもどれだけ過酷だったのかということは分かりづらいと思うので、優勝した新ペラさんを例に考えてみると、1回戦はパワーウェーブさん、2回戦はポニーさん、ベスト8では dds さん、そしてベスト4ではエスカイネさん、決勝でシーマさんという感じになってます。いやもうこれ一つだけ試合が多い KOK 並みの豪華さですよね。なぜこんな豪華なメンバーが集まるのかということに関しては、実際に出場 MC についてはボンズさんが直接声をかけているメンバーだそうであり、実際に様々な全国の MC バトルに出ているボンズさんだからこそ誘える豪華なメンバーとなっているみたいです。今回のトーナメントに出場する16人に関しても誰が優勝するのか全く読めないですからね。ここまで確実に優勝しない MC がいないっていう大会も珍しいですよ。そしてそんな最強格の MC16 人が集まっている戦いをより一層面白くしているのが口喧嘩祭2つ目の特徴、トーナメントが存在していないという点です。これ一瞬聞いてわけわからないと思うんですけど、口喧嘩祭というのは本当に変則的なバトルの形式をとっているんですね。その変則的なバトルの形式はどういったものかというと、 MC の方がその場でくじ引きを引いてどの MC が出場するのかを決めるという形式になってます。だから言ってしまえば1回戦第1試合からどことどこが当たるのか全く決まっていないっていうことなんですよね。最後の1回戦ラストの試合だけ残っているメンバーが分かってるって感じみたいです。そのため MC バトルでよくやられている対戦相手に関する仕込みやネタという行為は全く通じないというかなりハードなスタイルになってます。このトーナメントが存在していないっていうところも口喧嘩祭ならではであり、本気の口喧嘩を行うための仕組みになっているんじゃないかと思います。ちなみにこのくじ引きに関してはこれまでとんでもないドラマを生み出しており、昨年行われた口喧嘩祭スペシャルでは1回戦からなんと和入道 vs 呂布カルマという優勝候補が激突。最近の MC バトルの流行りであるトーナメントが先に決まっているというところと逆を言ってますよね。この見ていてハラハラする感じが口喧嘩祭の一つの持ち味でもあるかなと思います。そして最後3つ目の特徴が豪華すぎるライブ陣。言ってしまえばこれまでは地方の大会だったわけですが、なんとライブのゲストとして関永系神さんを呼ぶなど本当にライブ陣に関してもすごく豪華なイベントとなっています。もちろん主催している引き金サウンドのライブも見られるということで、ライブイベントとしても非常に楽しめるものになっているんじゃないかと思います。といった感じで口喧嘩祭には様々な特徴があるのですが、今回の口喧嘩祭も僕は伝説の大会になるのではと勝手に予想しております。ではなぜ伝説の大会になるのか、今回起きたら面白い MC バトルの組み合わせについてを考えながら見ていきましょう。それでは早速口喧嘩祭の楽しみな対決について紹介していきたいと思います。まず1つ目は主催である引き金サウンドのボスボンズさんと関係する MC たちとボンズさんの戦いです。やはりこの口喧嘩祭というイベントは引き金サウンドが主催しているだけあり、ボンズさんに至ってかなりホームな環境だと思います。そんな中でボンズさんを誰が倒すのかというところは今回の口喧嘩祭を見ていく上で大切なところなんじゃないかと思います。まずそんなボンズさんと戦って一番面白そうだなという MC といえばフリースタイルモンスターでも当たった和入道さんですよね。和入道さんとボンズさんといえばフリースタイルモンスターで熱すぎるバトルを繰り広げた2人、お二人というとかなり顔がこわもてということでバチバチのバトルになるのかと思いきや、それぞれの哲学がぶつかり合う感動的なベストバウトになりました。その後春の3連祭の凱旋 MC バトルでも激突。どちらも和入道さんが勝利し、ボンズさんにとって和入道さんは越えたい壁の一人だと思います。今回こそ口喧嘩祭という自分のフィールドで和入道さんを倒すことができるのか非常に注目です。そしてもう一人ボンズさんと因縁がある MC といえば戦国23勝で当たった経験もあるリンネさんですよね。リンネさんというと今回口喧嘩祭に出場するということが発表された時にかなり意外だという声が多かったように思います。かなりアンダーグラウンドな MC が多い中でリンネさんが出場するっていうのはかなり予想できないことでもありましたからね。ただこの2人というと戦国23章で最延長にまで及ぶ激闘を披露。リンネさんも楽曲では想像することができないバチバチのバイブスでボンズさんにぶつかっていっていましたよね。まあ、そういった熱さがあったからこそリンネさんはボンズさんに認められて今回の口喧嘩祭に参加するという流れになったのかもしれません。この2人が口喧嘩祭というボンズさんの土俵で戦うということになったらまたこれはこれで熱いバトルになると思うのでそこも楽しみです。そして2つ目に紹介する楽しみな対決といえば UNB2017 の決勝でも当たったこのカードファンク vs ドタマです。この2人というと UNB2017 の決勝で激突。結果としてドタマさんが勝利しましたが現在でも YouTube のコメントなどではファンクさんが勝利していたのではとコメント欄で多くの人が言うほど2人の実力は均衡していたように思います。そんなお2人再戦のチャンスは何度もありましたが実際に再戦するというところにまで至らず今年の冬に行われた戦国 vs 凱旋冬の陣に関しても対戦するということにはなりませんでした。お2人ともスキルとユーモアを兼ね備えた MC だと思うのでこの2人の激突にも注目です。そして最後にやはり楽しみになってしまうのがフリースタイルダンジョンのモンスター対決。今回のトーナメント16人中になんとモンスターは5人存在しています。やっぱり豪華すぎますよね。初代モンスターよりドタマさん、2代目モンスターよりレッコさんはニュードさん、3代目モンスターよりエローンさん、 ID さんとなっております。これまでフリースタイルダンジョンのモンスター対決というとダンジョン内で初代 vs2 代目という形ではありましたが初代 vs3 代目であったり2代目 vs3 代目というのは行われたことがめったにありません。同じモンスター内でいうとワニュードーさんと ID さんの再戦であったりとかワニュードーさんレッコさんの指定対決なんていうのも見てみたいななんて思います。とにもかくにもねこの全てが今回はくじ引きに委ねられているということでどんな戦いが起こるのか非常に注目です。そして口喧嘩祭についてこれまで魅力を伝えてきましたが何より皆さんが注目しているのはあの2人の動向についてだと思います。最後にこの動画ではイエローバックスさんとムートンさんがどういった展開になるのかを予想して終わりにしたいと思います。まずイエローバックスさんとムートンさんにどういったことがあったのかというところからおさらいすると先日行われた凱旋 MC バトル埼玉スーパーアリーナ公演にて1回戦のベルさんとの試合でムートンさんがイエローバックスさんのライブがクソダサかったと痛烈に批判。その後1回戦が終わってからムートンさんはイエローバックスさんの取り巻きと思われるメンバーにかなり詰められてしまったようでありその後2回戦のチェホンさんとのバトルの際に突然イエローバックスさん本人が乱入。なんと MC バトルでイエローバックス vs ムートンが実現されるという結果になりました。そして今回の口喧嘩祭でもなんとイエローバックスさん、ムートンさん、そしてリッキーさんがライブとして呼ばれているということになってます。このタイミングでこの3人を出たボンズさん何らかの作戦があったんじゃないかと思うぐらい作詞です。では今回の口喧嘩祭でどういったことが起きるのかについて僕の中で3つのパターンを考察していきたいと思います。1つ目は再び MC バトルが勃発するといったことです。前回の凱旋埼玉スーパーアリーナでもお二人は最高の戦いを見せてくれましたが今回もムートンさんがイエローバックスさんに対して何かを行った場合もしくはイエローバックスさんが自ら MC バトルをやろうと言い出した場合バトルが勃発するのかもしれません。ただ個人的にはあれはもう伝説の試合だったと思うので2回起こってしまったらそれはそれで残念なのかなというふうにも思います。ただ観客としては見ていた方は非常にぶち上がるんじゃないかと思ってます。そして2つ目に予想することとしては今回お二人ともライブでの出演もあるということでライブ上で2人のバトルが勃発するのではないかということです。前回イエローバックスさんはムートンさんが得意とする MC バトルという土俵で戦いましたが今回はムートンさんがイエローバックスさんに対してライブという土俵で何か言ってしまいライブ上でのバチバチなバトルが見られるなんていうこともあるかもしれません。これについては僕結構あるんじゃないかなと思ってます。お二人の関係がどうなっているかは分かりませんがライブ上で戦うっていうところも非常に面白いかなと思います。そして3つ目にこれが一番あるんじゃないかと思っている展開ですが2人が和解されて一緒に曲を作ろう的な展開になっているのではないかということです。やはりヒップホップというとビーフだけではおらずビーフを通してお互いが和解し一緒に曲を作るなんていうこともあります。海外でいうと JG と NAZ の展開が有名ですよね。そんな感じでお二人が曲を作るなんていう展開があったら皆さんは一番喜ぶんじゃないかと思います。僕としては一番望んでる展開はこれですね。お二人ともすごくかっこいいアーティストだと思うので最終的には和解してくれたら嬉しいなと思います。というわけで口喧嘩祭の魅力を余すことなく解説させていただきましたが皆さんいかがだったでしょうか。何よりね MC バトルというのは本当に筋書きのないドラマなので当日どんなことが起きるのか全く予想することができません。そこも含めて ABEMATV で一緒に見ながら楽しんでいければというふうに思います。現地の方は本当に楽しんできてください。ファンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。またヒップホップについてより深く知ることができるチャンネルカンタのなんやかんやでも活動をしております。こちらでも精力的に活動しておりますのでよかったら登録をお願いします。ます。というわけで、次の動画でお会いしましょう。それでは、また。口喧嘩祭はね、今回僕は現地で見に行くことはできませんが、一度は本当に現地に見に行きたいバトルだなという風に思います。やっぱりくじ引きでバトルの組み合わせが決まるっていうハラハラ感は他の MC バトルでは味わえないものだと思います。どんな展開になるのか期待して見守っていきましょう。